さあ、皆さんこんにちは、デーブ大久保です。こいつと遊んだね、遊んだし、まあ、こんなにね、不器用なやつはいないな、絶対2、3年で辞めるなと思った野々垣武史来ました、はい、野々垣です、よろしくお願いします。どうしたの、そんな冷めるか、お前。はい、いや、もうこれちょっと被っといた方がいいかと思った。俺が何年目で入ってたの？3年ぐらい。あ、一緒にやったのな。はい、あと4年目か5年目ぐらいに入ってたの。あ、そうです、5年目です。ちょうど俺があれだ、もう2軍のこう親分になってきたぐらいの時。そうそう、24本塁打の記録かなんか。そう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 、その前、その次の年ぐらいのところ入ってます、ね、そうなんです。え、お前ドラフト外だっけ？そうです。 PL でしょ？よく言われるんですよね、それ。あ、 PL なんです。はい、PL 学園です。はい。本当に？はい、ちゃんとしてるよ、先輩後輩とか。はい、 PL？ 先輩と後輩は本当にもうすごい方ばかりなので、はい、お前らの代誰 PL？ 僕だけです。あ！甲子園行ったの？行ってないです。あ！大久保さんも甲子園出てないですよね。出てないよ。お前さ、見てないじゃないですか。PL 一緒にすんなよお前。いや、まあそうですけど、 PL って野球学校みたいなイメージ、俺から言いますと。はい、ああそうですよね。 PL 学園って言ったらもう甲子園に行くのは当たり前で、常連ですからね。甲子園で優勝するかどうかだけを考えてる。そうですね。俺らは甲子園に行くことがもう目標。はい、違うもん、それは。ちょっと暗黒期だったんですよね。なんで暗黒期になったの？直近の上は誰？立浪とか？そうですね、立浪さん、片岡さん、野村さん、うん、橋本さん。今橋本名前出したくなかったのも遅かったな。あ、すいません。いえ、そうじゃないです。はい、すいません。はい、が2つ上で、うん、1つ上が宮本さんです。深夜とやってんの？僕の1つ先輩ですね、宮本さんが。で、深夜の上が橋本とか？そうです。あ、あの連中ともやってんの？そうです、1年3年ですよね。なんでお前の名前が一切出てこないんだ、あの連中が。いや、僕の下はだから入力優作ですよ。ほんで何個下？一つ下が入り切る作です。で、二つ下が坪井くんですよ。坪井くん。坪井は PL あれ ?PL です。日本ハムの？はい。阪神もいた？あ、そうです、そうです。知らなかった。そうなんですよ。で、またその下からまた松井和夫、今岡、福留康介くんとか。なんかその辺がもうすごい。なんか、康介とかさ、はい、今岡の方がお前より上っぽいもんな。なんか、年齢もしっかり感が。しっかり感がね。あのさ、あのあいつ、ひろきにさ、あ、野村さんですか。お、野村ひろきにさ、聞いたら、はい、なんか、テケテケテケとか、清原が奥月サンドって言うんですよ。そう、奥月なんだっけ、あれ、どういうのって。いや、かかと持って、こう、うん、奥月サンド自体は何なんだっけ。それはお参りするとこあるんですよ、PL 学園の中に。学園の中にあるんですよ、そういうね、サンドが、まあ、はい、そうそうそう。漢字なの？書けないだろ、お前。字はちょっと書けない、ひらがな。記憶がひらがななんで、ね、それなんか、それが奥月参道なんですよ。なんで奥月参道なのかな、まあ、その足をこうやったその形が奥月参道に似てるんですかね。こうそこ参道がずっとこう。いや、ひろきはそんなこと一切言ってない。僕今適当に言ったんですけど、でも奥月参道です、ね、言うの、それを。まあ、誰の部屋子だったの？桑田さんの弟さんですよね、泉さん。泉なの、あれ野球やってたの？泉さん、僕だから中学からの先輩で、 PL 学園でもあの先輩、僕付き人です。あ、そう、はい、だって泉プロゴルファーで今レッスンでめちゃめちゃ人気だよ、あれ。室内、ね、一緒に試合も回ったことあるもん。めちゃくちゃいい子な。いや、桑田が悪いっすんじゃないよ。泉どこやってたの、あれ、ポジション。泉さん、僕の時はレフトを守られてましたね。あ、そう、はい、切っちゃう切っちゃうとか言ってなかったの、あいつ。投げ方桑田みたいなの、増美みたいなの。あ、似てますね、やっぱり。似てんだ。はい、すごいじゃん、まだだってメンバー。じゃあお前メンバー外だったわけか、立つとかが3年の時は。いや、もちろんそうですよ。あの時はもう津波か、はい、片岡、あっちゃん、野村さん、ひろき、橋本。橋本さん、なんで橋本忘れるんだろう。いや、忘れてないです、忘れてないですよ。なんだお前。いい、あの、はい、そう。あいつ橋本って何、 PL の時から久郎行ってたのかな。いや、行かれてたんじゃないですか。行くか、お行くか、お前。でもなんで PL 入れたの。じゃあ中学の時有名だったんで。じゃあ、まあ中学の時は有名だったですね、はい、で、まあ、スカウトがあって。そうですね、井上元先生っていうね、 PL 伝説のスカウトの方がいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、その方にスカウトしていただいて、うん、ピッチャーで入ったんですよ。君？はい。いや、ピッチャーで中学の時はよかったの。ピッチャーですから。まだそんなの、みんながちっちゃいからな。え、僕もちっちゃかったですけど、まあ、だって橋本教授なんか小6で85とかあったって言ったよ。はい、なんかランドセルがね、なんかこんな
ちっちゃくなったっていうのはちょっとお気にしたことだ。投げようと思ったらキャッチャーに手が届いたって言うんだから。いや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 、ワンピースじゃないですか、それピンじゃあキャプテンが立浪立浪さんキャプテンです。どうなん怖いの。いや立浪さんは、いや立浪さんもう1年生とかもう全然そんな相手にもしない。あそうですね、大体あのいつもあんな感じ。いつもああいうか、そうですね、ひょうひょうとしてるような。はい、もうあのさ立つらしいなと思ったのは、はい、監督になりそうな時のインタビュー、はい、自宅にこうメディアが押しかけて、はい、でまだ決まってるわけじゃないのにやっと来ましたよって言ったもんだ。立つなんでしょ。なかなか言えないでしょ。周りの方はもう立浪さんはもう絶対監督にねなるのな、おかしかったよな、はい、ならないのが、はい、でもそう思っても本人がやっと来ましたよって。片岡あっちゃんはあんななんかあのさ、なんていうの、こうハニワみたいな、あじゃハニワじゃねえや、なんだろう、ハンニャの目みたいな顔してんじゃん。いや、何も言えないですけど、はい、あでも噛む力人の8倍あるって言われてましたけど。噛むの、はい、噛む力がなんで8倍あるって聞いた。ピエールの中で、え、なんか自分で前なんかで言われてましたね。あの、ここ男っぽいよな。あそうですね、一緒にあの二人っきりで寿司屋で飲んだことあるの、はい、三重で、はい、もうずっとこう身構えてこうしっかりこう喋るよな、あっちゃんってな。そうですね、怖かった。いや僕は1年生なので、3年生の方はやっぱもうすごい大人に見えたんですよ。僕たち冷茶って言って、こんなラーメン丼にお茶を入れて、うん、みんな飲まれるんですよ3年生は、うん、なんかこう寮でご飯の時に、でこれお茶飲まれてる表情すら怖かったですもんね、あっちゃんなんかな、はい、鬼がいやいや、それも鬼はい、いやいやいや、はい、すごくグーって睨みながら飲まれてる、ね、あそんな感じ、はい、あれ小肌頼んだら小肌と戦うのかと思ったの。お子さんがね、反される分にはね、はい、はい、どう怖いの君らの PL 学園、お前らの時代まだ厳しい時代じゃん、アンパッとかあるじゃん。そうですね、あそれ どう厳しいの。3年生の方は1年生にはそういうことは一切で、3年でもやんない。じゃあ2年は誰がいいんだっけ、有名どこは。2年生宮本さんです、ね、あ、深夜、はい、深夜怖いの。いや宮本さんはそういうのないですね、まあ、正直言うよ。どう言ってんすかね、宮本さんは。そう、お叱りの時とかは。なんだそのお叱りの時に王つけんだお前、怒った時に。怒った時ってあんまり見たことないですよね。どちらかというとこう、あそんなとこ見てたのって感じですよね。その説教終わりかけとかなった時に。説教あんの、寮で。寮で。どういうの。ありますあります。俺の時はなんかこう、僕もしばかりますよ、その時は。違う、何があってどこで集まるの。食堂とかの集まるの。いえ、娯楽室ってあるんですよ。全然娯楽、娯楽になって、娯楽になってないですけど、極楽。あの言う前だと娯楽室集合っていうのがあるんですよ。どこ寝る前に。いや、言う前にって僕はお参りするんですよ、いつもPL教なんで、うん、それ終わった後に1年生は娯楽室集合とかって、うわ来たよって、言われ、何人ぐらいで1年。いや回ってくるんですよ、それ言う前の時に。こうやって1年生同士こう横でこうね、娯楽室集合ってこう回ってくるんですよ。わマジかと思って。もちろん星座な。星座です。で深夜にやられたの。いや宮本さんないです、ね、だいぶこうフォローすんなお前深夜を。いや宮本さん本当そういうことは全然やんないんだな。やらない感じはあるね。宮本さんはどちらかというとそういうなんかチームの輪を乱したりしたらちゃんとこう説明してくれる。ちゃんと説明してって感じ。じゃあ武闘派と説明派がいるんだ。あ、もうちゃんと分かれてますね、はい、もちろん何人ももう仏様みたいな方も数名いらっしゃいますけど、うんうん、まあ、大体やっぱこう怖かったですね、うん、それで大体どういうことで怒られるの PL は。いやもう俺らの場合は、ね、いじめだったな。いじめみたいだった。もうなんかその石が落ちてたとか。落ちてないわけないじゃん。分かる。わかります。石が落ちてた。一番多かったのはね、元気ないとか声が出てないとか、うん、それがすごい多かったですね。やめようと思わなかったもん、その。いや何回も脱走しましたよ。逃げたんか。僕何回したの本当。お前逃げたの。逃げました。8回9回10回わかんないですけど。すごいね。もう全然もうその時はもう本当にもういつももう真っ白な状態なんですよ。お前なるもんな。はい、プロ入った時もな、はい、そういう状況がもうずーっと続いてるわけですよ。プレー中まっすぐになってショートゴロなんかセンター投げそうになる時あるもんな。ないですよ。センター投げたことないですよ。困らないでしょそれ。まっすぐになっちゃうのもこの場からいっちゃダメだとか、ま、もうそんなもんなくなっちゃうのも考えられなくなるんですよ。もう当たり前のことが、それがもうできなくて、それやっぱり先輩から見たらイライラするじゃないですか。はい、イラッとするじゃないですか。イラッと刺すんですよ。だからその今日集合だよっていうのの主犯になることが多かったんだ、うん、まあ多かったんじゃないですか。それ以外もあるんですよ。集合以外もあるんですよ、別の部屋とかで、うんうん、個人的な、個人的なもあるんで。一番きつかったのは僕らフルフルってあるんですよ。
フルフルってとかフルフルってあの炭酸の水の中に炭酸のこの粉を入れるとシュワーってなって炭酸ができるんですよ。炭酸水みたいなジュースみたいなやつ、ジュースみたいなやつ、あったな、なんかフルフルっていうんですよ。それ怖い先輩に作ってきてくれって言われて付き人なんですけど、僕あもう楽勝じゃないですか。そんな用事ぐらい水入れて粉入れるだけですよ、ちょっとかき混ぜるだけですよ。僕が持って行ってでフルフルをフルフルをよしもう完璧と思って、完璧もなんもないですけどね。でその先輩もやっぱ楽しみにね、これ美味しいから待つわな、待つじゃないですかね、どうぞって持っていったんですよ。ありがとう、機嫌よく、機嫌よく、まあ、お前も達成感フルフルですから、はい、フルフル飲めるっつって、でこうやって飲もうとしたら急になんかこううわーって見られて、見てみーって言われたんですよ。その余計なことはいと言いしか言っちゃいけない、はいっつってこう見たら入ったんですよ入ることないんですよ、どう考えても。トイレ行ったかなんかでついちゃって出て、いや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 、ポロッと落ちるケースあるんじゃない。でそれ未だに謎なんですよ。飛んでくるわけもないし、廊下往復ぐらいしばかりましたね殴られて戻っても、はい、結構長いですよ、30メーター以上あります。わざとやったの。いやわざとじゃないですよ、本当わざとじゃないですよ。ただでさえ怖いんですよ、ただでさえ怖い先輩なんですよ。もう僕らが教育係で、一つ上の方の中で教育係、一番怖いような人だ、はい、で逃げ出しちゃったの、真っ白でやったのも、そのぐるぐる事件の時はもう帰ったの、もうその後そのまままた何日か後かに、はい、いなくなったと思いますそういえばね、聞いたことある、お前は逃げるって。あ、そうそうそう。